今回のハマる横浜 FC はウッチーさんと福ちゃんが久々のロケでホームタウンのおすすめグルメを堪能。さらに高橋秀人選手のトーク第2弾も、初出しエピソードを語ります。お久しぶりです。久しぶり。2020年の4月号以来ということで、こう直接会うのは、そんな経つんだね。そんな経つんです。会いたかったよ。会いたかったですよ。私もで、ようやく今回ちょっと久しぶりにロケができるということなんですけれども、はい、今回は内田さん何をしますか。そうですね、昨シーズンチームを応援してくれたホームタウンのお店を訪問したいなと思っています。お礼を言いたい。そうですね、たくさんの方々に本当に応援していただきましたから、はい、でまた今シーズンね、はい、またさらに応援してもらって、そうだね、J1 に1年で帰りたきたいところですね。頑張ろう。はい、はい、じゃあ早速まずはどこから行きましょう。ここ上星川駅にあるお店から訪問したいなと思っています。いいじゃないですか、はい、じゃあ早速ちょっと久しぶりのロケ楽しんでいきましょう。行きましょう。2022シーズンスタートです。スタートです。この番組は株式会社アンデザインと、食を通じて喜びと感動を、株式会社レオックの提供でお送りします。さあウッチーさん、はい、ここ上星川といえばもう横浜 FC のお膝元ですけれども、はい、そうだね。まずどのお店から行きますか。そうですね、昨シーズンホームゲームの前日にフリマルの焼き印を押したパンを販売してくれたお店ですね。早速こちらです。バニアンツリーベーカリーさん。はい、来れた、嬉しい。行ってみましょう。横浜市保土ヶ谷上星川商店街にあるバニアンツリーベーカリー。まちづくりするパン屋をコンセプトに、美味しいパンを通して地域と人をつないでいます。さあこちらバニアンツリーベーカリーさんに来ましたけれども、はい、小林さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。もう本当に入った瞬間からとってもいい香りで幸せな気持ちになりますね。やっぱパン屋さんってね、はい、いいよね、やっぱパン屋ってね、はい、昨シーズンも応援していただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。フリマルの焼き印が入ったパンっていうのはどんなものなんですかね。はい、実際あります。こちらですね。かわいい。これこれ、そうだよね、かわいい。またサイズ感もまたいいです ね。今年も販売の方よろしくお願いします。お願いします。多分サポーターの方々とかもね期待してると思うので、うん、はい、よろしくお願いします、はい、でね、本当にたくさんのパンがあるんですけど、お店には大体どれぐらいのパンを用意されてるんですか。常時30から40種類ぐらい、はい、ございます。バーッと見た感じ、もう本当に全部美味しそうなんですよ。美味しそう。中でも小林さんのおすすめとかってあります。そうですね、自分が一番好きなのはこの明太チーズ塩パン。絶対美味しい、ね、店長お気に入りって書いてある。店長もそうですし、ね、小林さんもお気に入り、はい、じゃあこれをちょっといただきますか。お、食べれるの。食べれますよね。はい、ぜひ。あ、嬉しい、はい、それではバニアンツリーベーカリーご自慢のパンをいただきます。おお。わ、めっちゃいい香り、めっちゃいい香りする。カレーパンかな。カレーですね、うん、いつも試合があるそれごとに変わりまして、うん、カレーとか、はい、あとあんこ、季節のもの、桜とか、季節によって変わっていくんだ、うん、そうですね、はい、いただきます。うん、うん、おいしい。ありがとうございます。うん、まあ、もちろんカレーパンって温めて食べるのが一番私は今まで好きだったんですけど、うん、食べてても美味しい、うん、美味しい。あれ、ウッチーさんもっと下手になりました。いやいや、そうだね。ブランクあるね、やっぱね。食レポだけはね全然うまくなんないんだよね。ごめんね。でも本当に美味しいの、はい、美味しい。ありがとうございます、うん、ごめん。なんかサイズ的に多分これ1個食べたらお腹いっぱいになるかなと思ったんですけど、思ったより軽い、うん、このフリマルの焼き印のパン、うん、食べて美味しいだけじゃないんですよね。そうなんですよ、売り上げの一部が子どもの未来応援基金の活動に寄付される
横浜 FC の取り組みですよね、はい、知ってました、はい、ありがとうございますありがとうございます。じゃあ続いて小林さんのおすすめのパン、一押し、ね、一押しのパンなんですけど、明太チーズ塩パン、明太チーズ塩パン、はい、魚卵工房の谷屋っていうところとコラボしてまして、そこの明太子を使わせてもらっています。あそこですよね、あそこですね、前行ったところですよね、そう、あの美味しかった、はい、面白い店主がいる、はい、とコラボ商品、はい、そうなんだ、あ意外とカリカリ系、はい、カリカリ系、すごい思った以上にたっぷり明太子入ってますね、すごいね、いただきます。うん、うん、パンサックサク、うん、この明太子のつぶつぶと塩パンのちょっとシャリシャリ感ありません、うんうん、ある、ね、おいしい、おいしいですね、うん、この食感もいいし、パンのサクッとした食感も、うん、でこの塩味強いじゃないですか明太子って、うん、強い、チーズが入ってることによってこう若干こうまろやかにしてくれるっていうこの感じ、うん、確かに、いやおいしくて止まんないわおいしい、おいしいいやでも本当においしいですこれ、あの冷凍もありまして、うん、ご自宅で美味しく、お店で買えない方でも買って食べられる、はい、それは嬉しい、いい、皆さんぜひ食べてみてほしいですね、はい、で小林さんの話になるんですが、うん、聞こう聞こう、実はサポーターさんだというのをちょっと聞いたんですけど、はい、小学校の3年生とか4年生の時から見に行って応援させていただいてます。あれウッチーさんの現役はじゃあ見てる、はい見てます、あーすごい、はい、すごい、内田さんのサインがここに、おー、はい、えあるね僕のだねこれね、はい、すごいすごいね、内田さんと少しサッカーを一緒にやらせてもらって、その後にサインをいただきました、あのそうあの時だよね小林くんはあれだよね、サイドバックだよねポジションね、小学校の時は、ボランチですね、うん、それそれ違った、それそれ言い方、言い方、違うです、すいませんでしたそうか、でもそんな昔から応援してるっていうことで、はい、ちょっとね、昨シーズンちょっと厳しいシーズンでしたけど、なんかこう横浜 FC に対してこう思うこととかあります？やっぱり昨シーズンはその J1 1年目に比べたらちょっと横浜 FC のサッカーができない感じがして、なんかやろうとしてる感じがあまりサポーターとしては感じられなかったシーズンでしたね、うん、はい、いや正直な意見で、降格のプレッシャーとかもあるし、なかなかね自分、はい、思い切ったプレーができなかったっていう部分もあるから、それを踏まえて今シーズンはね、はい、うん、1年で J1 復帰できるように返り咲いてほしいです ね、2022シーズンに横浜市に期待していることとかありますか？そうですね、 J2 から J1 に上がった時のあの攻撃的なサッカーっていうのはとても印象に残っているので、うん、今年もその J2 の他のチームをどんどん倒していって圧倒できるようなサッカーしてほしいですね、うん、全く同じ気持ちですもちろんです、できるだけ多くのね勝利とゴールを皆さんにお届けできるように頑張ります、うん、はい、よろしくお願いします、はい、もうすごい熱が入ってましたよ、よろしくお願いします、ね、はい、頑張ります、はい、応援もよろしくお願いします、はい、お願いします、いっぱい応援します、ありがとうございます。じゃあ皆さんもこちらのフリマルの焼き印が入ったパンを食べながら一生懸命応援しましょう。この後は高橋秀人選手のトーク第2弾をお届けします。女性の下高さにはやられます12月号の出演で浜の風紀委員長に勝手に抜擢させていただいた高橋秀人選手、そんな高橋選手が語る爆笑結婚エピソードとは。高橋選手のプロポーズの言葉はどんなものだったでしょうか。あの好きです、結婚してくださいって、はい、東京駅のすごいいいホテルで、結構頂上のレストランで、盛大にやりました。盛大にご飯食べ終わってトイレに行ってスーツにパッと着替えて、スーツで戻る前に
デザートプレートの上にご飯とかが冷えないようになってですね、パカッと銀色の蓋みたいなのが海外の料理であって、あの蓋の中に指輪入れてもらって先に出して、お連れのお客様がいらしてから一緒に食べてくださいみたいな感じで運んどいてもらって、スーツ着て花束持ってそれ開けてって言って指輪があってそっとポーズしました。そんな、はい、恥ずかしいです。すごいね、ブランディングが。ブランディングがすごいすごい。いや、このプロポーズの時の過程は頑張ったんですけど、結婚するよってなったのは結構ずさんなもので。ずさん？はい、もうずっと今の奥さんからは結婚したい結婚したい、いつすんのみたいな、すごいプレッシャー。女性の方って周りが結婚するとなんか焦っちゃってめちゃめちゃプレッシャーかけてきて、なんかいいご飯屋さんでテーブル両手でバーンってついて、いつ結婚すんのよみたいな、周りに聞こえるように僕に脅してきて、こんないいご飯屋さんでそんなこと言ってくんだよみたいなところで、僕がそのオフの時に次のデート先は任せるよって言ってて、ね、そしたらじゃ あの表参道駅でケーキ食べたいから何時に集合ねって言ったら、そこはなんか結婚式場で、結婚式場を見学するとデザートビュッフェが食べれますみたいな感じで、とりあえず見学しようって、見学だけで。で、ビュッフェ食べ終わったら、なんかプランナーさんが出てきて、ちなみにお二人、結婚のご予定とかはって言ったら、まあ、私サッカー選手なんで、結婚する人は12月とか1月に式を挙げるのが物理的にはそうですねって言ったら、ちょうどそれが2月か3月で、あ、もし次の1月12月に間に合わせるには今仮押さえしないと次のには間に合いませんってなって、えってそしたらそこでも仮押さえしますみたいな感じで、プロポーズしてないのにまずお互いの両親にも挨拶してないのになぜか結婚式場をなんかその妻の策略で抑えられてしまって、その帰り道にジュエリー屋さんで式場選んじゃったから結婚指輪はどうするみたいな話、僕結構逆にあの物事の順番が逆で、はい、ここまで来てしまったって、初めて公開しました、ね、はい、まあ、女性のしたたかさにはやられましたでもそこまで惚れさせるってやっぱすごいんだよね。いや、すごいすごい、ね、そうなんですかね、逃げられると思ったんですかねいや、でもその奥様のその強い推しで高橋選手も結果、まあ、寝負けしてと言いますか、寝負けしました。今ね、幸せなご家庭を築いてらっしゃるから、うん、そうですね、まあ、結果もらえるんですけど、またそれはそれで大変で、その両親の挨拶あんまりしてなくて、妻のお父さんお母さんには挨拶しなきゃいかなきゃってなったんですけど、僕側のお父さんお母さんの挨拶が結構遅れちゃってて、挨拶しに来てくれたらしてくれたで、なんで先にもう式場が抑えられてるのか、順番違うでしょみたいな感じですごい怒っちゃって、許した覚えないよみたいなので結構ギクシャクして、はい、大変だったっす。あ、でも子供が生まれてからは、はい、円満にやらせてもらってますそれまではいろいろあったんですね。はい、大変でした、はい、これはやっぱりご本人の口からじゃないと聞かせてもらえないストーリーなので、聞けてよかったです。奥様怒らないんですか、大丈夫ですか。いや、怒らないと思いますけど、これオンエアして大丈夫ですかいや、大丈夫大丈夫。あ、まあ、なんかそれで、ね、ファンのサポーターの人がなんかそういう策略、あのヒデドさんの奥さん、あの方が策略あすごかったなって見られるのは確かにあれですよね。いや、でも女性はなんか味方してくれます、ね、もう女性はなるほど、そういう風にいけばいけるもんなのかと勇気をもらいました。あ、それなら、はい、いいですけど、はい、まあまあ、僕がこう長引かしちゃったのが悪かったえ、それまでは長かったなおかったですね、はい、うんうん、じゃあ奥様がそうなっても仕方がない、理解できます、女性なので横浜 FC を縁の下から支える高橋秀人選手のリーダーシップが
J1 返り咲きへと導いてくれるはずです。花火横浜 FC。 この後は2人が昨年リモート出演していただいたあのお店へ。梅の味がしてもらわない。続いては瀬谷駅にやってまいりました、はい、内さん続いてはどこに行きますか。あの昨シーズン収録の時にリモート出演していただいたお店に伺いたいと思います。あそこですね。あそこ、あそこですね。あそこのお店、あの美味しいものが置いてあるあそこですね。そう、あそこ、うん、じゃあ早速、はい、行ってみましょう。はい。そして2人がやってきたのは横浜市瀬谷区瀬谷銀座通り商店街にある卵カフェご飯。昨年の7月号でリモート出演していただいた卵料理のカフェです。ということで卵カフェご飯にお邪魔しております。桜庭さん、はい、昨シーズンはご出演くださってありがとうございました。こちらこそしていただいてありがとうございます。ありがとうございました。もう、ね、ようやく来れたという感じで。本当に来たかった、ね、美味しそうだったからね、うん、あの改めてお店のコンセプトを聞かせていただいてもいいですか。はい、はい、地域の皆様に、より豊かな食と住環境を提供するっていうコンセプトで、あの地域の皆様が入りやすいお店作りをあの一番重点に置いて、でその中でこう親しみやすい食材を安価で召し上がれるようなコンセプトになってます。もうお店の中すごくあったかい雰囲気ですもん ね、 ね、木でねぬくもりを感じるし、本当でも早速ねあの、はい、ご用意していただいてるんですよメニューを、うん、まずじゃあこちらは何でしょう。きりたまという商品です。きりたま、新潟県魚沼地方の郷土料理で切り材というものがあるんですけど、野沢菜とかたくあんとか人参を細かく刻んで、うん、その中にあの納豆をあえた郷土料理なんですけど、それをご飯の上にのせて卵と一緒に食べていただくということで、うん、切り玉商品に。絶対美味しい。いや美味しそうだね。絶対美味しい。そしてうちさんの方は、こっちは、はい、千谷第二小学校とのコラボ企画で子どもたちに商品開発をしていただいて、それで出来上がったフレンチトーストになってます。なるほど、すごい可愛らしい。可愛い、楽しみ食べるの。それでは早速、はい、いただきます。いただきます。って言ってもこれ私食べるの初めてなんですけど、はい、なんかおすすめの食べ方とかありますか。はい、そちらの醤油を丼の上にかけて混ぜてお召し上がりください。キニラ醤油、初めて見た。初めて見た、すごい美味しそう、ね。大丈夫大丈夫、うん、いける大丈夫だ。ちょっと勢い余っちゃったけどわあめっちゃ美味しそうですよ。でも崩しちゃいます。美味しそうだね。うわうわいいんですか。絶対美味しいね。いただきます。うーん、音がいい、うん、ね。たくあんとか、うん、このお野菜のシャキシャキがいいですね、うん、いろんな食感があってヘルシーだしね。そうですね、美味しいですね、はい、すごく人気あります。人気ありますかこれ、うん、人気あります。美味しそうだもん。これ美味しい。もうウッチーさんも食べたかったでしょ。これ食べたい。でも本当に意外とがっつり量もあるけど朝とかも食べたいですね。納豆入ってるから。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます、はい、昨年度の瀬谷の一品っていうのに、選ばれた商品なんです。本物の一品ってことだよね。そうですね、だって美味しいもの、うん、健康的な気分にもなれるし実際に美味しいし、うん、ウッチーさん、はい、これはじゃあ子供たちの夢の詰まったフレンチトーストを。そうですよ、やっぱりね子供たちにたっぷりで、僕甘党なんで。あ、いいじゃないですか。はい、ですか。いただきます。緊張するわ。その空気やめてくださいよ。久しぶりだしね。いただきます。うん。甘いかと思ったらメインのソースですごいさっぱり。まあいいですね、うん。いくらでも食べれそう。このなんかすごく可愛らしい感じですけど、はい、小学生の
はい、か考えたっていう、はい、子供たちが、はい、デザインとかパンの形とかで、そこに最後にあのうちのオリジナルクッキーを載、うんうん、せたって、ね、手で持っているのかな、かわいいこれ後で食べよう後でかいやっぱりでもあのフレンチトーストとかに使われている卵とかもやっぱこだわられてる、うん、はい、はい、あのうちで使っているあのこう切り玉に乗っかっていた卵、うん、同じ卵でつけてます、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、こうフレンチトーストってあれですよね、なんかこうお店によって結構違いません？そうだね、ひったひったなタイプと、うんうん、割とこうそんなに浸からせてないタイプと、うん、あれじゃこれどっちですか？いやそれ聞くかそれ聞かれると困るな、え困ったでも使ってますよね、これ。はい、あの、ね、1日以上浸してます、ね、あ、すごい、時間をかけて作られているフレンチトースト、うん、愛情も詰まってすごく美味しいです。素晴らしい。じゃあ、あの、まあ、一通りいただいたところで桜庭さん、あの、うん、ウッチーさんにちょっとお願いがあるんですよね。はい、はい、何でしょう。実はこちらのフリマルキーホルダーなんですけど、こちら第二小学校の子どもたちコラボ作ってもらって、はい、フリマルのインスタコラボ商品なんですけど、はい、来年度以降もぜひ引き続き、これ結構人気あるみたいですね。あ、ですか、ね、わかりました。ちょっと上と掛け合ってみます。これありがとうございます。作れるように、ありがとうございます。そうですよ、はい、お願いします。めちゃめちゃ可愛いもの、ね、まあ、これフリマルと卵カフェご飯、まあ、横浜 FC とのコラボみたいな感じじゃないですか、うんうん、このハマる横浜 FC とコラボみたいなのもなんかできたらいいなみたいな思ってるんですけど。いや、まあね、できたらいいけどね。できそうですか？どうですか？ぜひ喜んで。あ、あり、ありです。桜庭さん的にもあり。ありです。おお、すごい、嬉しい。お願いしたいです。ちなみになんかこうこれから考えてる新しいメニューみたいなのがあるんですか？はい、はい、今ちょっと構想してるものがありまして、そこに一緒にとかっていうのはどうですか？ぜひぜひ。ぜひですよ ね。そんなんか喜んで、ずっとやっぱりその私的にも横浜 FC に付随する何かしらのグルメをなんかこう作りたいなみたいなのもあったりとかしたし、でこんな美味しいお料理を出してるところ、お店とねコラボとかできたらすごい嬉しいなと思って、その機会があったらぜひ、もうぜひお願いします。一緒にホームタウンを盛り上げたいんで。そうですね、ぜひ、はい、お願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。桜庭さん、2022シーズン横浜 FC に期待することは何でしょうか？はい、あのサッカーを通して子どもたち、地域の子どもたちに夢を与え続けていただいて、 J1 返り咲き期待してます。頑張ってください。本当にそのホームタウンの皆さんとかもね、サポーターの皆さんももうみんな期待してるでしょうから、本当にうちさんよろしくお願いします、はい、頑張ります。すごい食べようとしてるじゃないですか。あ、ごめん、もうちょっと夢の味がしてもう止まらない。もうたまらないわこれ本当に美味しそうだけど。うまい。いやでも本当に美味しいですから、はい、あの皆さんも卵カフェご飯来てみてください。桜庭さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。この番組は株式会社アンデザインと、食を通じて喜びと感動を、株式会社レオックの提供でお送りしました。浜で横浜FC!